実はですね、今年の夏8月に、私この地元川越市から、小江戸川越観光親善大使を委嘱されました。ありがとうございます。川越にはこういう子がいるんだということで、ぜひね、大々的に川越市が私をバックアップしてくださいと、私も、川越市を宣伝しますということでね、いただいたんですけども、川越には、私の知ってる限りで2曲民謡があります。2曲しかないんです。大きいでしょ。違うということで、川越船歌を届けさせていただきました。川越の民謡で鏡山というお酒、わかりますでしょうか。その鏡山を作るときに歌った歌が実はあるんです。川越酒屋元釣り歌という、ね、知らないでしょう、ね、本当にね、川越ってこんなに民謡に根ざしてないんですよ、ね、私が流行らせなきゃいけないんですけど、なかなかね、埼玉県の方って民謡に親しみがなくてですね、もう一曲こんな歌があるんだということで、川越酒屋元釣り歌お付き合いいただきたいと思います。I'm not afraid.
ていただきました、ね、皆さんも知らないなって顔でね、なかなか本当民謡習ってる方でもね歌う方少ないんですけども、でもちゃんと歌うと結構いい歌なのでね、ぜひ民謡習ってる方、川越坂屋元すり歌、川越船歌、たくさん歌っていただきたいと思います。続きましてもう一曲、今度はですね、やはりちょっと皆様川越の2曲で飽きてしまったようなのでもう知ってる民謡ですね、山形県の民謡から真室川音頭、はい、お手拍子いただきながら、お手拍子ずれないようにお願いしますね。最初のねソーラン節もなんかねこう表で叩いたり裏で叩いたりね、なかなか調子が出る前でね、3番ぐらいだったら調子出てきましたので、はい、それでは真室川音頭参ります。おあの小さい体で、私が子供の時に小学生の頃に五階先生と背比べをしていたんですけども、ね、もう3年生ぐらいで越しちゃった気がするんですけども、はい、本当にね五階先生ずっとお世話になって、ね、こんなに大人になるまでずっと本当にお世話になりっぱなしなんですけども、その五階先生がぜひお母さんにも歌ってくださいというねリクエストがあるんです。で私が結構ですって言ったんですけども、ね、聞かせるほどの歌じゃないから結構ですって言ったんですけど、そんなこと言わないでお母さんもっていうね、五階先生のプッシュがありまして、はい、お母さんぜひ、1曲でいいですから、はい、はい、もう短めて1曲でいいですから、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ファンが多いですね。さすが、ありがとうございます。ね、母ね、引退したわけじゃないんですよ。仕事がないだけなんです、ね。はい、まあ、こんなもんです。はい、ね、声はね、女そっくりなんですよね。声は似てるんですけども、ちょっとブレて、あの節が回らないのが母の方ですから。歌謡曲もね、歌謡舞踊、舞踊歌謡というんですかね、あのミキサーレコードが出しておりまして、花草松竹梅お届けいたします。また今度お客席の方の舞台転換が、客席転換がちょっと椅子を出せそうなので少々お待ちください、ね。こういった感じでね、私もあの歌謡曲を歌わせていただいて、私の目標はやはりあの美空ひばりさんなんです ね。民謡歌手が目標じゃないんですよ、実は、ね。やはりあの美空ひばりさんというのはもう七色の声を、ね、出すんですね、出しますから、本当に曲によっていろいろな声が、曲の中でも本当にいろいろな響きがあって、本当に飽きさせない素晴らしい歌い手さんだなと思って、埼玉県の名曲埼玉松坂を踊っていただきたいと思います。盛大なご声援をよろしくお願い申し上げます。
埼玉の姿でね、初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけども、本当に踊りの方にはすごく人気のちょっとね、格調高い埼玉には珍しい曲なんです。はい、そして私の製造元がこれを宣伝しろと今ね、業務連絡が入りまして、はい、このよく見てください、このモデルみたいな、綺麗じゃないですか、これね、宝塚じゃないんですよ、はい、これ私なんですね、はい、ちょうど秋色という CD を9月の6日に、民謡のアルバム、全8曲入りということで、久しぶりに民謡のアルバムを発売しまして、あともっと前に、はい、このモデル立ちをしていてね、綺麗でしょ、ね、ありがとうございます。ぜひね、CD 機械、今 CD を聴く機会がないよなんていう方もいらっしゃるんですけども、機械なくてもいいですから、飾っとくだけでも綺麗ですから、ね、ぜひ、あの2000円になります。今日は表向きは公民館ですので販売はしちゃいけないんです。でもそれは表向きの話です。裏の入り口を開けて待っておりますので、ぜひ欲しいなという方は2000円握りしめて私の方にスーッと近寄ってきていただければ、ぜひぜひ澤高明子、埼玉県川越市出身のね、歌手をぜひ応援いただきたいということで、ぜひぜひ CD の方もよろしくお願い申し上げます。今歌った埼玉松坂も入っております。はい、よろしくお願いいたします。